台風15号の影響で大規模な断水が続く静岡市清水区に本拠地を置くサッカー J1 の清水エスパルスが、断水している世帯に向けて飲料水を無料で提供しました。続きを読む静岡市清水区給水所情報は、こちら無料提供は27日午後4時から清水区の日本平にある IAI スタジアム日本平で行われました。提供されたのは飲料水が 9.5 リットル入ったウォーターサーバー用のボトルで、乾隆史選手や清水区出身の竜田悠悟選手などが車や自転車で訪れた人たちに対して次々とボトルを手渡していきました。清水区の47歳の女性は、水道から生活用水は出るものの飲める水が欲しかったので助かりました、料理などに使うつもりですと話していました。竜田選手は、大変な状況だという話が耳に入っていたので、こうした取り組みができてよかったです、今後はプレーでも困っている人たちを元気づけたいですと話していました。